はい、こんにちは、今日もですね、沖縄のビーチからお届けしたいと思います。今日も質問をいただいてますので、その質問に対してお答えしていきたいと思います。今日の質問はですね、仕事が続かない私ってダメですかっていうことをね、質問をいただきました。こういう方もね、非常に多いんじゃないですかね。成功している方の中でもね、職業を転々として50個とか60個とか仕事をしたとかいう方もね、これはありますよね。だから、仕事を転々とすること自体が悪いことでは当然ないですよね。ですが、ここでどうしてそういうことが起こるのかということを知っておくことは必要ですよね。そうしないと、今日の質問者の方のように、その自分をダメなのかなということで責めてしまうということが起こりますよね。決して、自分を責めることはないんですけども、やはりね、この社会の中で生きていると、なんか特にね、日本は終身雇用制度っていう、ものが根強くね、残っていますしね、最近はね、ちょっとそういう傾向はだんだんなくなってきたのかなということも感じますが、やはりね、一つのことをずっとしなさいっていうような、教えというか、風潮というかがね、やっぱり強いのじゃないかなと思います。だからこれはそういう風潮がまた社会の常識というか、全体的な、考え方というか、それが要するに正しいというふうになっているわけですよね。でそこと自分を比較して、あ、そうでない自分がいけないんじゃないかなと、何かこう劣っているんじゃないかなというふうに、判断をしてしまうわけですね。ジャッジですね。それをそれで悩まれているということですよね。だからそういう仕組みを分かっていくとは何だと、社会常識と比べてしまっているだけかということも分かってきますし、またね、自分が本当にしたい仕事を見つけられていないっていう単純なことでもありますよね。そしてそれはどうして分からないかというと、自分自身を失ってしまっていたからなんです、ね。それは、自分がね、いろんな、この他者との関係性において、こういう自分ではいけないんじゃないかということをずっとずっとね、幼少期から繰り返してきてるわけですよね。だからこの自分じゃダメ、この自分じゃダメっていうふうになると自分を失ってしまいますよね。また、自信もなくなりますよね。だから、好きなこととかいうのが分からなくなってしまう。もう極限に行ってしまうとね、好きなことが分かっていてもそれをできないっていうことも起こってくるし、もう本当に極限に行ってしまうと何が好きなのかが分からない、ね。だから、好きなことを仕事にしましょうとかね、そういうことが、最近言ってくれる方がね、たくさん出てきましたよね。だけど自分の好きなことが分からないから、その好きなことを仕事にしようと思ってもできないっていうね、いうことが、起こっている方も、非常に多いですね。だから、やはりね、僕はミロスというものが絶対必要だなと改めてこういう質問を受けるとね、思いますね。自分自身もね、何がしたいかよく分からなかった時期があります。やっぱ学生の時なんかね、焦りを感じてましたね。好きな周りが就職を決めていったりとかする中で、自分は どういう道を進んでいけばいいんだろうって、一体何を自分はしたいんだろうって分かんなくて悩んだってことはね、僕もありました。でもそういう時に一歩ずつでもいいのでね、踏み出していくことによって、あ、これは違うなとか、自分は好きではなかったなとか、好きだと思ってやってみたけどあんまり好きじゃなかったな、じゃあ次のことやってみよう、そういうことで、他の職業になることは僕もありました。だから決してそれが悪いわけではないです、絶対にね。
だから、まずは自分が本当に好きなことを理解できるために行動してみるってことも大事ですね。そしてもっと早いのはやはり目の前の人を通して自分を取り戻していく、目の前に自分の隠した半分が映りますね。そして、それを受け取っていくことによって自分というものを取り戻していく、もう半分も、取り戻していくことができる。だから、自分というものが作られることによって、あ、自分は本当はこういうことをするために生まれてきたんだな、このために生きてるんだなってことをこう感じ出すんですね。まあ、そうなってしまったらもうやるしかないってことで、恐怖がなくなっていきますので、どんどんね、行動することができます。そうするとやはりね、自分の好きなことですからやっぱり喜びを感じますね。はい、ということで、質問者の答えをね、答えさせていただきましたけど、もっと詳しく知りたいという方は概要欄の方から、僕のブログがありますので、ブログの方を読んでいただいたりとかね、また LINE アットも、ありますので、特典映像もありますのでね、ぜひ友達登録してください。では今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。何遍もまた聞いてくださいね。またお会いしたいと思います。ありがとうございます。